トータルエクリプス、前回に続きからプレイしていきましょう。この声はまさか。いや、やっぱり。あんま苦手そうだもんな。いいフェよ。ユーヤブリッツ、あんたすっごい失礼ね。私の顔見て驚いたでしょ。ゲって何よ。は、失礼しました、注意殿。めんどくせんだよな、こいつ。あの時以来顔を合わせるたびに、タリさんに喧嘩を打ったりして問題を起こしやがる。この間は、あのステラまで苛立たせるという、会議までやってのけやがったし。私のこと面倒な女だと思ったでしょ。顔に出てんのよ。その、そこそこイケてる目と鼻と口のついた顔にね。なんて観察眼だ。恐ろしい女だぜ。つーか今、俺は褒められたのか今日はついてればね。こうしてカムチャツカの英雄が揃ってるんだから。さあ、いろいろ答えてちょうだい。何を。答えるって何を。だいたい英雄じゃねえし。類人スコア3000オーバー。アルゴスのユーヤブリッチス。そして短期で1500オーバー。イーダルのクリスカ・ビアチェノは。あんたたち、自分が有名人だってこと、もう少し自覚すべきね。じゃないと。利用されるわよ。なるほどね。それはその通りだ。留意すべきだろう。だがそれは英氏の本文じゃねえかよ。あ、本文じゃねえよ、か。それはさておき、ユウヤ。あんたから質問するわね。はい、どうぞ。なんかまったりしちゃってるみたいだけど、新型の完熟、終わったんでしょうね。ちゃんとやってるの？対戦がお流れなんて嫌よ、私。いきなり遊泳終わりかよ。しかも有名人で自覚しろとか、利用されるとか、物騒なこと言った直後に堂々と聞き込みって。さっきの観察眼からすれば、絶対俺のツッコミは分かっているはずなのに、彼にする、たわけ。はいはい、分かった分かった。ちゃんとやってるよ。今は2番機調整してんの。じゃあまだ出てこれるのか、はっきりしないってわけね。まあいいわ。じゃあ次。あんたレールガンを使ったわよね。あれの感触はどうなの？反動はきついの？実用化されるの？分かってる範囲でいいわ。早く返答しなさい。そういえばさっき、利用されて警告してくれた親切な上官がいてな。俺は命令には従順なんだよ。情報と技術の交換を推進し、各国間の戦術機開発を活性化させる。それこそが、プロミネンス計画の趣旨よ。あんた、ハルトウィック大佐に喧嘩売る気？はあ、まあ言えばこういう、本当にわけわかんねえ。あのな、注意。俺今取り込み中なんだよ。悪いけど。こっちだってあんたに聞きたいことが山ほどあるのよ。お互い時間を浪費するのはやめましょう。だからさっさと答えて。ダメだ。こいつに一度捕まったら、ある程度満足させて逃げないと余計長引く。はいはい、分かったよ。その代わり、救急型砲の質問はなしだぞ。しょうがないわね。まあいいわ。ところであんた、随分射撃が得意みたいだけど、やっぱりアメリカ軍の訓練って、実弾、撃ちまくるものなの？え、ああ、まあな。実弾演習がメインだが、対人類戦闘はペイント弾と、統合仮想情報演習システムの併用だな。うん、さすが全世界から搾取しまくりの金満国家は違うわね。うちなんてジャイブスばっかりよ。ったく、ごっこ遊びなんて、本当にバカみたい。こっちじゃ、実験演習が通常だろう。米軍じゃシミュレーターも対応してるからな。実戦に即した実証試験の観点で判断するなら、優子の方が勝ってると思うぜ。なるほどね。それじゃあさ、アメリカ軍のレベルってそれほど高くないのかしら。試験抜きの評価を聞きたいわ。そうだな。国内配備されている部隊は実戦を経験してないやつが多い。だが実戦主体の海外展開部隊や、有効に赴任した直後の演習で俺は歴戦の演習と互角以上にやり合えた。であれば実戦を重ねている海外派遣部隊やエリート中のエリートである戦闘共同部隊の練習なら。どうしたの？早く続きを聞かせなさいよ。ああ、いや、
でもそろそろクリスカの話も聞いた方がいいんじゃないか。俺たちはあと1時間以内に。クリスカ？ちょっと！いた！人と会話するときは目を見て話せって習わなかった？あんたが会話してるのは私なのよ。私！痛えな、ちょっと待ってくれ。なんだよ、うん。やっぱりあんた、そこそこいい顔をしてるわね。だから。つい注意、ブリッジス少尉。私はこれで失礼する。待ってくれっすか、俺も行く。大丈夫だ。もうその必要はない。イーニョは見つかったそうだ。え？邪魔をしたな。おい、ちょっと待ってクリスカ。イーニアが見つかったんだなんて、どうやって知ったんだよ、おい。が、何すんだよ、おい。こっちはな。さっきも言ったでしょ。人と話するときは、相手の顔をちゃんと見なさいよ。言っちまう。一体どうしたんだ、急に。イーニアが見つかったなんて嘘だろ。今日のあいつはどっかおかしかった。その最後に見せたのがあんな表情だなんて。気にならないわけねえだろ。まったく不思議な男ね、あんたって。あんな不愛想で冷酷そうな女と仲良くしてるし。何すんだこの野郎。溝落ち。いい？ユウヤ、今度私と話すときは別の女のことは考えないでね。何言ってんだよ。じゃないと、もっときついお仕置きするわよ。何なんだよ、あの女は。いない。くそ。なんか疲れたぜ。数分前。あれは、つい注意。なぜ彼女がユウヤと一緒に。距離が遠すぎる。これでは声を聞くどころか、何が起きているかを判別することすらできないではないか。だが、あれは近い。明らかに近すぎるぞ。あれ、合いびきでしょうか。テオドラキス伍長。つい注意がブリッジ少尉に興味を持っているのは間違いないですしね。でもあれから何日も経ってませんよ。愛は時間を超えるもの。貴様たちまで、なぜここに。注意こそ、こんな物陰で何をなさってるんですか。私は、そう、つい注意の行動を見極めていたのだ。注意と我が隊のメインテストパイロットが二人きりで接触するのはあまり褒められた状況ではない。つい注意が何か探ろうとしていたら。なるほど、隊のためというわけですね。そうだ、当然そうだ。確かに近すぎますものね。あれは誘惑していると言っても良い距離です。あ、また何遠くてよく見えないが。あの注意、ファイルがまた動かなくなった。多いなぁ、おまかんなのかなぁ。いいとこなのに。よし、戻ってきたよ。あ、しまった。それよりもそのファイル、少尉にお見せにならないんですか。そのために少尉を探しておられたんですよね。それは、つい注意に下心があったとしても、少尉なら大丈夫だと思いますよ。こうして見ていても何も起きないと思います。
もちろん私も少尉を信頼してはいる。慎重だし口も固い。そういう意味じゃないと思いますけど。ん？ではどういう？二人ともこれ以上のお邪魔はいけない。行きましょう。あ、うん。それでは注意。お邪魔して申し訳ありませんでした。ああ、いや、失礼します。注意、あまりお気になさることはないですよ。よし。あっ、逃げ出してしまったのか。なぜだ、なぜだ、なぜだ。なんたる未熟、我ながら嘆かわしい。精神修練を重ねていながら私は何をやっているのだ。数万のベータを前にしたとしても動揺することなく戦えるまでに己を鍛えたこの私が、なぜだ。いけませんよ、それは。私たちは生きてるんですから。私たちはベータを殺すための機械じゃありません。人間でしょ？人間なら、恋くらいしますわ。だが、しかし、恐ろしいものだな。恋心というものは。クリスカー！もう、心配させて。どこに行ってたの？あれほど一人で出歩いたらいけないって言ってるのに。うん。でもあそこは嫌なの。検査つまんない。もうすぐブリーフィングが始まるわ。急いで戻らなきゃ。本当？ブリーフィングは好き。そうね。でもその前にお薬飲まなきゃね。夕方の分。お薬は嫌い。苦いの嫌だ。わかった。じゃあ先生に言って注射にしてもらおうね。うん、お注射は好き。苦くないから。痛いけどな。そうだね。あ、クリスカ、すごく嫌だったんだね。うん、嫌だった。ユウヤ、まだ遠くに行ったままだね。うん。イニャ、持ち悪い、持ち悪いよ、クリスカ。大丈夫だよ、イニャ。いつものようにこうしていれば。気持ち悪い。助けて、クリスカ。いいにゃ、大丈夫。なぜだ、今日に限って。危険体意識消失、確保します。傷つけるな、慎重に扱え。サンダーク注意に至急連絡を。ベリアイフ博士にもだ。あ、どうしたよ、タリサ。ずいぶんと荒ぶってんじゃねえか。被検体ねえ。うるせえぞ、美人。黙って画面でも見とけ。おいおい、まだ何も映ってねえだろう。それとも何か？お前さんには何か見えてんのか？例えばそうだな。自分から仕掛けておきながら、あっさりケツ掘られて墜落する戦術機とか。タリサの話か。うるせえってんだよ。あなたたち、騒ぐのは演習が始まるまでにしてちょうだいね。わかってるよ。今日はギャーギャー文句垂れるつもりないから。おい、なんだ？もしかしてお前、体の調子が良くねえんじゃねえのか？別に、私はただ、あいつらが勝つところを確認しに来ただけだからさ。うおっ、どういう風の吹き回しだよ。
お前がスカーレットツインを応援するなんてよ。応援じゃねえよ。この私に味噌をつけた以上、あいつらには勝ち続けてもらわなきゃならないんだ。あいつらをぶっ倒すのはこの私なんだよ。他の奴になんて食われてたまるかってんだ。なるほどね、ツンデレだな。おいおい、なんだよ、まだ根に持ってるのか。よしにつけ、悪しきにつけ。過去にとらわれすぎると人生先細るぞ。余計なお世話だよ、ヴィンセント。てめえのウーベー合理主義を押し付けんな、バーカ。なんだと？お前、せっかく人が親切に。いいじゃないか、俺は嫌いじゃないな、そういうの。実践経験豊富なお前だって常にさらなる高みのために熱い気持ちをエネルギーにしようとしてる。貪欲に燃料を探しているんだ。俺を負けるわけにはいかない。やっぱ借りは自分の手で返さないとな。誰かに敵を打ってもらおうとか、その相手が負けることを願うよりはよっぽど健全だぜ。いやいやいや、なんか耳っちいし、クレーだろそういうのは。それとも何かね、タリサ君、それが南アジアの山岳民族根性ってやつか。うるせえ、セアメリカ人。ユウヤ、お前だけだよ、私の味方は。やっぱアジアの血が半分。なんだ、バカにしようって。おい、なめんじゃねえぞ、ヴィンセント。文化的連続性を持つアジアの諸民族ってのはな、合理主義だけで回るほど単純じゃねえんだよ。え？ユウヤ？成長したな。教えてやれ、タリサ。俺らにとっちゃ、執着も立派なエネルギーだってよ。俺たちアジア人はそうやって歴史を持ってきたことをよ。そうだぞ、単細胞野郎が。バーカバーカ。汚ねえぞユウヤ。お前にそういう返し方されたらやりにくいだろうがよ。遠慮すんな、旗色悪くなりゃ本物のアメリカ人として合理性を称えるからよ。仕方ないだろ、ダブルなんだから。その利点を最大に生かして何が悪い。ダブル、そうさ、ハーフでもミックスでもない、二つの要素が対等に成り立っているダブルだよ。悪いな、ヴィンセント。今まで散々気を使わせてきたからな。だがもうくだらねえことでぐじぐじと考え込むのはやめだ。ま、冗談はさておき、この演習実際に大佐の望み通りになるかは、なるかどうかは、中東は最前線、しかも激戦区となれば、開発兵士も相当な手だれだろうしな。まずいまずい、ナルシスト入ってたぜ。何やってんだ、俺は過去の生産なんかみんなに付き合わせるのよな。ありがとうよ、みんな俺が変わるまで何を言わずに待っててくれたんだよな。感謝してるぜ。確かに、ユウヤの言う通りだ。アズライール正体が運用するスーパートムキャットは相当なクセモノだぜ。スーパートムキャット。でもベースになったトムキャットはかなり古い機体だろ。しかもミサイルキャリア的な格闘戦向きじゃない大型機じゃんか。懐入られたら秒殺じゃねえの。ところがだ、もともとトムキャットはイーグルより小回りが効くんだ。なんせジャンプユニットに高価な可変補助翼機構を採用してるからな。へえ、アメリカも昔は空力制御を重視してたんだな。待て待て、戦術機はもともとアメリカの発明だぜ。それに関する全ての試みとアイデアはアメリカにルーツがあるって言われてんの知らねえのかよ。そのアイデアと試みに蓄積がふんだんに盛り込まれたスーパートムキャットはかなりのハイバランスの機体らしい。もともと良好な砲撃戦性能はそのままに、フェニックスミサイルシステムをオミットしてサイドスラスターを増設したり、各部を大幅に改修したおかげで高機動近接能力はストライクイーグル以上って話だ。そっか、攻撃戦はスーパートムキャットに分がある。にしてもお互い大型機だし、ある意味似た者同士の戦いってわけだな。おほー、鋭いね。知ってっか、実は、スーパートムキャットとチェルミナートルは姉妹機って言ってもいいぐらいの関係なんだぜ。は？アメリカとソ連の機体なのになんで姉妹だよ。
似てんのは大型で高機動格闘戦が得意な 2.5 世代機ってだけじゃねえぞ。各部の形状やレイアウト、フレームの設計とかよく見てみ。何か気づかねえか？言われてみれば全体的になんとなく似てるな。特に胸部のメインブロックとか足回りとかほとんど一緒じゃん。そうだろそうだろ。政府もメーカーも公式に認めちゃいないが、ノースロックグラナンが生き残るためにソ連に開発技術を図面ごと横流ししたって話だ。で、なぜかハイネマンのおっさんがそれに関与したなんて噂もある。なんでそこにあいつが出てくんだよ。なわけねえじゃん、あのデコスケに限って。だって顔からして小物感漂ってんじゃん。だよな、さすがにソ連への情報提供はないわ。どうせ遠征で見せたようなソ連寄りの言動が噂の原因なんだろう。でもソ連ってもともとアメリカの仮想敵国だろ。噂にしたってなんでアメリカメーカーが敵の得になるようなことをする話が出るんだ。変だろ。アラスカをソ連に貸したみてえに自分たちの盾にしようって腹なんじゃねえのか。盾は強え方がいいからな。ああ、それもあるかもしれねえが。なんだよ、なんかあんの？合併前の話なんだが、金がかかりすぎるってグラナンのスーパートムキャット計画がアメリカ海軍に跳ねられてな。ノースロックもブラックウィドウ2が ATSF 計画で負けるとか、当時はアメリカの対ベータ戦略の転換ももろに影響してて、とにかく戦術機開発に予算がつきにくくなってたんだよ。ベータ戦略の転換？特殊爆弾の話。レーザー級の迎撃をものともしないあれが開発されてから、アメリカにおける戦術機の運用思想は大きく変化したんだ。プロミネンス計画が始まったのもアメリカが戦術機開発そのものを縮小し始めたからよ。現在アメリカのドクトリンは特殊爆弾至上主義と言ってもいい。でもあれを使用すればその土地には半永久的に住めなくなる可能性がある。この辺り広大な領土を持っているアメリカにはなかなか理解できないかもしれないけど、国土を奪還したい各国は強力な戦術機が欲しい。だとすればアメリカの現行ドクトリンに乗るわけにはいかないものね。プロミネンス計画はそういう国際世論に後押しされて生まれたのよ。はぁ、みんなそういうの好きだなぁ。私は政治に興味ないね。A 氏には遠い話だよ。そうかしら。 A 氏だからこそ関わってくる身近な問題よ、政治は。シビリアンコントロールって話だろ。だったらなお遠いよ。 A 氏は命令されるだけだ。どうこうできる立場じゃない。まあな。だがただでさえ高価な戦術機開発とその調達はもともと政治と表裏一体だぜ。部品供給一つにしても国際情勢の影響なんかをもろに受けるから、ストック管理も含め常に注意してねえとまずいんだ。ま、だからいやおうなくいろいろと知っちまうんだけどな。なるほどね。ヴィンセントがやたらそういうのに詳しいのは機体に精通してるからなのか。整備兵ってほんと大変だな。同情するよ。このまるで他人事のような態度。だが、かつての俺と言っていることは同じでも、タリスは実践を積み重ねて自分でその回答にたどり着いたんだ。俺にはそれがない。それで次の高みに上がるためには、もっと広い視野と高い視点を持つ必要がある。中佐に言われたような、対局が見えていない。A 氏の本文は、政治に首を突っ込むことじゃないと。けど、首を突っ込むことと背景を知ることは違う。そうだろ、中佐。ネパール、イタリア、スウェーデン、アメリカに日本、あれ以来いろいろと調べ始めてみた。知らない苦手を完成させるために。以前俺が日本機の特性を理解したことで、知らない苦手の開発は飛躍的にステップアップした。あの時ヴィンセントはこう言ったんだ。自分でたどり着いた結論でなければ理解なんてできないのが俺なんだと。なら俺は知らない苦手を使う人間の
日本人の境遇、日本の環境、彼らの歴史、ひいては関連する世界の情勢、それを今以上に頭に叩き込んで、より深く知らぬ新潟を理解すべきなんだ。そうすることで、開発効率が上がり、計画の遅延を取り戻すことができ、知らぬ新潟はより完全に近づく。政治も例外じゃない。ユイのように絵師でありながら政治を行う人間が見ているもの、置かれている立場を知ることは必要だ。俺は何者なのか。どっから来て、どこに行くのか。見識が広がってくると、心の中に湧き上がる疑問。今の俺は納得できるものが見つからない。まだまだ世間知らずの未熟者ってことなんだろう。そう思うことにしている。まあ何にしろ、ここにいる連中のほとんどが、ソ連が叩き出した例の戦績が本物かどうか確かめてって口だろ。ベータと人間じゃ戦い方が全く違うけどよ。それでも、実力は大体見えるからな。そう考えるとこのマッチングはベストだよな。実戦経験豊富な A 氏が同コンセプトのヘビー級戦術機でやり合うんだ。いろんな意味で分かりやすいぜ。だからあいつらが勝つに決まってんだよ。いや、そうとも言い切れないんじゃないか。いくらクリスカとイーリアの技術が尋常でなくても、 VG の言う通り、対ベータ戦と戦術機同士の勝負は戦術も軌道も全て別物だ。ユウヤ、これん？これは遠征以降の報告書？俺の制御ログを分析したのか？追随性と速攻性の数値、遠征前で比較して27ポイント向上している。機体能力値だけじゃなく、俺の技術診断まで数値化してるのか？生のままだと数値を読み取るのがめんどくせえが、その辺も考えてくれている。グラフにチャート、ここまで視覚的に表現してくれるとテキストを読まなくても概要はつかめる。いずれにせよ、各種数値は全て改善されていると言って差し支えない。久々に胸をすく報告書だぜ。さすがステラだな。ありがとう。全ての意味で最高だぜ。例えば具体的に言って。かわいい。正面から褒めろっていうのか。そんなことできるか。いや、これも大事な意識改革だよな。いや、その情報整理能力も分析能力も相変わらず高いし。それだけ？読む人間の立場に立った心配が一番すげえと思うよ、本当に。そうでしょ。なんとかクリアってとこか。大変だね。さすがよね。でもユウヤも同じよ。あなたの報告書、現場でも上層部でもかなり評判いいって知ってるでしょ。あ、そうなの？何の話だよ急に。意味わかんねえな。報告書を見やすくまとめるのは当然の仕事だろ。それを褒められても意味がわかんねえよ。そのレポート、高村中尉から預かったの。あ、そうなの？え？レポートをまとめたのも書いたのも彼女よ。すごい仲を取り持とうとしてくれんな。これをユイが取り持つっていうか、すごいこうくっつけようとしてくるけど、いろいろあるんですよ。そうよ。ユウヤにしろ高村中尉にしろ、そういう心配りが自然にできるのはやっぱり日本人の気質なのかしらね。ああかもな。前から思ってたけどな、お前には日本人的気性面さがあるよ。俺も整備班の連中にはよく驚かされるんだ。自分の便利さより次に使うやつのことを考えて工具を片付けたりな。いや違うんだ、俺はそんな立派なもんじゃない。米軍にのし上がるためっていうか、上の連中認めさせる近道としてやってただけで。そうにしたってよ。もともとそういう気質がなかったら思いつかないことなんじゃねえのか。うるせえよ BG、 余計なこと言ってんじゃねえ。いや俺のルーツに触れてくれる気遣いはありがたいんだが、俺のは心象を良くするために身につけた姑息な手段であって、そこに他人への配慮するという善意があったわけじゃない。これを旗目から見たら俺のことを絶賛してるように見えるんだろう。見えるんだよ。そうやって寒いくねえか。寒いだろ、気色悪いだろ、ナルシストじゃねえか。なんだユウヤ、ダブルの利点は最大に生かすんじゃねえの。キュウイチ、
はい、ということでここで一旦区切りましょうか。次回どっちが勝つのかな、なんとなくね、あんまり調子も良くなさそうだったから負けるっていう感じになってくのかなと思うけど、それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。